吉川優。生年月日1992年5月1日。出身地茨城県。血液型 A 型。身長163センチメートル。スリーサイズ。バスト88、ウエスト61、ヒップ90。E カップ、カッコ、推定。趣味、人間観察、ウォーキング、フェルト人形作り。特技、バスケットボール、キャベツの千切り。ナイスツーミーチュ。ツナです。早速今回ご紹介する等身大ポスターは、雑誌エンタメより、吉川優さん。最近、エンタメは等身大ポスターを販売しておりません。朝芸より、ロゴのデザインが好きなだけに、メッサ切ないわ。テンション下がったので、吉川さんの説明は公式から丸コピーです。手抜きですまんの。モーニング娘。オーディションをきっかけにハロプロエッグ。現、ハロプロ研修生に加入後、2011年5月、きっかけは U でソロデビュー。抜群の歌唱力とユーモア溢れる巧みなトーク、自慢のわがままボディで。どんな会場も自分色に染め上げるステージングにも定評がある。グループアイドル全盛の中、ソロアイドルとして奮闘する彼女は、2018年5月に、配信限定シングル、ネオ、シュガー、ユーをリリースした。セクシーさとキャッチーさを表現できる歌手として、存分に成長ぶりを見せ、最近では、南米、東南アジアや台湾等に、活動の場を広げ、ミュージカル等の舞台でも活躍しているだそうです。マルチに活躍しているようですが、新垣結衣さんのグラビア版として、もっと人気が出てほしいなぁと思いました。等身大ポスター。吉川優さん。ポスター評価。ポスターの画質、品質、精度。星3つ。水着のデザイン、背景のセンス。星3つ。市場での価値、総合評価。星4つ。そんな吉川さんも30歳になりました。粒数えの気候で一時期時の人になりましたが、先日は10周年記念ライブを成功させるなど精力的に活動しております。もっと売れて、この等身大ポスターも人気が出れば良いなぁと思いましたとさ。